ナイアド、またはナイアドは、海洋星の第三衛星である。発見されている中では最も海洋星に近い軌道を公転している。ボイジャー2号が撮影した画像。1 9 8 9 n 6がナイヤド。海洋星の衛星の軌道。ナイアドは一番内側を公転している。ナイアドは、惑星探査機ボイジャー2号が海洋星をフライバイした際に撮影された画像の中から、 1989年9月に発見された。このフライバイでは合わせて6個の新衛星が発見されたが、この衛星が最後の発見となった。発見は、タラスサの発見とともに、同年9月29日に国際天文学連合のサーキュラーで発表されたが、その内容は11日間にわたって25枚の画像を捉えたということのみであった。 発見されたのは同年9月18日以前とされ NASA では発見を1989年9月国際天文学連合の惑星系命名ワーキンググループでは発見を1989年8月としている発見に伴うカリフ号として S1989N6 が与えられたその後1991年9月16日に ギリシャ神話の妖精の種族ナイアドにちなんで命名され、ネプチューン3という確定番号が与えられた。ボイジャー2号が接近観測して以降、海洋成系は地上の望遠鏡やハップル宇宙望遠鏡によって広く観測された。2002年から2003年にかけて、ケック望遠鏡での保証工学を用いた海洋成系の観測では、内側の4つの大きな衛星は、 容易に検出された。その際、タラッサはいくらかの画像処理を行うことで発見されたが、ナイアドは予想される位置に発見されなかった。ハップル宇宙望遠鏡は、すべての発見済みの海王星の衛星を検出する能力を持っており、ボイジャー2号でさえ見つけられない新しい衛星を見つけることも可能であったが、ナイアドは見つからなかった。そのため、 ナイアドの天体歴がかなり間違っているのではないかと疑われていた。2013年になって、セティ協会のマーク・ショー・ウォルターらは、ハップル宇宙望遠鏡が2004年に撮影した画像からナイアドを発見したと発表した。ナイアドが予想されていた位置から80度もずれた位置で発見されたことから、天体歴に誤りがあるとの疑いが証明された。ナイアドの CG。ナイドは、 微微な形状をしており、おそらく形成後から内部の地質的な活動によって変化を起こしていないと考えられる。他の衛星と同じくトリトンが海王星によって非常に軌道離心率が大きい軌道に捕獲された直後の雪道によって破壊されたかつての海洋星固有の衛星の破片が再び膠着して形成されたラブルパイル天体だと考えられている。 海洋星の大気圏の上およそ 23,500km 上空という海洋星系の中で最も内側の軌道を回っている。海洋星の正式軌道半径のはるか下に位置している。この軌道は超積力によって徐々に減衰しており、いずれ海洋星の大気に突入するか、ロッシュ限界を超えて超積力により砕かれ海洋星の管になると考えられる。なお、 ナイアドの軌道はすでに海洋性の理論的なロッシュ限界よりも内側に位置している。ありがとうございます。